取りちゃう。まずドロラオの方からね、これをいただいたんですけどね、ずっと食べたかったんです。ずっと食べたかったんだぜ、ずっと食べたかったんだぜ。アイロン、アイロン効くやつ。5分待ちます。粉末もお召し上がりの直前。あ、いけないいけないいけない、これはダメや。チャーシュー赤レンとあかんのちゃうの。これはあかん、これはあかん、あかんあかんあかん。チャーシューは最近でとあかんやろで。わー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 、すいません、はい、すいません。なんでも天下一品みたいな感じのドロドロ感が味わえるって言ってましたけどね。天下一品ね、大好きなんですけど、長野県に今ないんですよね。なんでできないのかな、受けないのかな、長野県では。みんなあっさり系が好きだからか。僕はもう大好きなんですけどね、ドロドロドロのやつが。もう顔もドロドロ、血もドロドロ、心もドロドロ、ドロドロのドロドロの関係。かけ混ぜる。おし、という。おい。あ、本当だ。なんか天下一品っぽい。天一っぽいよ。天一っぽい。ではいただきます。うん。香りは天一感はないけど。あっち。飛んだ、すぐ飛んだじゃん。暑い暑い、たっぱり食べたらシュープ飛んだし。シュープから飲んでみます。でシュープからこの八角形ぐらいなんで飲みやすいです、この角から。おお、うん、あ、うん、天一っぽい。まあコクとかね、そういうのはやっぱほらカップラーメンなんですけど、ニュアンスは天一っぽいっすよ。天一さん、天一さん思い出すみたいな。いただきます。うん、うん、ニュアンスは天一。いや、頑張ってるんじゃないですか、頑張ってるんじゃないですか。うん、うん、まあ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 美味しいですけどね。まあまあまあ、そこはまあまあまあ、カップラーメンですから。なるほど。鶏チャーシュー。うん。
カップラーメンによく入っている丸いチャーシューのあっさり柔らかくて分厚い版。なるほどね。あてて。これで。これいきましょうか。激辛味噌。濃厚コクの中、甘辛。真っ赤だね。いさっさ、おいさっさ。ウェイ。激辛味噌ビッグヌードルノーリアクションチャレンジ。おお。まあ辛いって言っても所詮カップヌードルですからね。日清さんのそんなね。ちょっとじゃあスープから。持てない。おいしい。味噌の辛味噌のスープだ。これはおいしいぞ。いただきます。味噌のコクに刺激が程よい刺激が相まって、おいしいな。ビッグだからいっぱい入ってるんだよ。わーっと今日は急に気温上がってきた。やがやがもう昼だから、お昼だもんだって。8月のねお昼だ。あっという間暑いし部屋も暑いし、部屋が暑い。からね、
まだいっぱいあるよ、これ。ありがたいね。ありがたい、この量は。お腹空いてる時に。お腹空いてる時。ありがたいもんな、今度。いっぱい入ってるとさ。いっぱい入ってるでしょ、だってビッグだからさ。ビッグだからさ、いっぱい入っててありがたいよね、これ。このご時世にさ。何でも値上げしてる時だもん、こんなご時世にさ。ああ、暑いね。ちょっと外の顔はちょっと暑くて、暑いだけなんだけどさ、ただ暑いだけなのにさ。ただ暑いだけだよ、ひょっと。こんなにいっぱい入ってて、ありがたいよね。ありがたい、このご時世に。そんなことある？こんな何でもさ。このね。まだ入ってるよ。まだ入ってるよ、これ。すごいね。いや、ベロが痛い、熱い。ベロが熱いよ。ベロが熱いだけどね。もういいかぜ、これ。もういいかな。もういいよね。もうあと。暑かったね。暑かったね。水が炭酸しかなかった。水が炭酸しかなかった。